ウドウオンターニー内を走る乗用車であるソンテウ。ウドウオンターニー国際空港停車バーンナコーン。ウドウオンターニーは、太陽国のウドウオンターニー県の県都であり、ナコーンラーチャシーマー、ウボンラーチャターニー、コーン県と共にサーン地方の中に位置する。ウドウオンターニーは、バンコクから 560km 離れた場所に位置する。うどオンターニーには、 多数の職務や営業センターがイサン地方の北部にあり、また道路ではこの県都からラオス、ベトナム北部、中国南部の各方面へつながる。鉄道では、ウドウオンターニー駅からウドウオンターニー国際空港へ結ぶ大国有鉄道などがある。ウドウオンターニーから 47km 東に離れた先には、 考古学の研究分野としてもあるユネスコの世界遺産である青銅器時代の頃のバーンチエン遺跡がある。1900年、ベトナム戦争の頃約46,700人のベトナム人の避難民族がウドオンターニーに移住してきた。彼らの子孫がまだこのウドオ,オンターニーに居住し、ベトナム人とでの伝達手段としてのやり取りもしている。今日、ウドオ,オンターニーが太王国の中で、 ベトナム人との共同体組織を大きく持っている。ベトナム戦争の頃、ウドー・オンターニー国際空港では、ウドー・オンターー王立空軍基地として、また、アメリカ空軍最前線基地としてそれぞれ活用されたことがあった。ウドー・オンターニーは、アメリカ合衆国の中央情報局の長官によって、統括されたボイス・オブ・アメリカの中継点の敷地にもなった。ウドー・オンターニーには、 サバナ気候に属する。冬は乾いた空気が通りかかる。4月には平均摂氏36.3度と年間での高温になる。季節風が4月の終わりから10月の初めにかけて接近してくる。雨は9月に多く降り、逆に1月にはあまり降らない。夜は暖かくなる日もある。摂氏2.5度から摂氏43.9度観測した年もあった。 ウドウオンターニー内の鉄道の駅、うどオんターニー内には3つのテスコ社、2つのビッグ C、1つのマクロ社のそれぞれのショッピングモールがある。それらの他にも3つの大きなショッピングモールも存在しており、その中でセントラルプラザウドオンターニーが北東の位置にあり、そこでは映画館であるメジャーシネプレックスや255部屋もあるホテルなどがある。ランドマークプラザでは、 ウド・オンターニー内で2番目に大きい映画館である SF シネマシティなどがある。UD タウンは2009年の冬季に開館され、そのモール内に3万8000平方メートルに及ぶ面積を有する公園も存在する。ありがとうございます。